3月21日はヒコーナグループさんがなんと37周年を迎えられました。おめでとうございます。すごいね、37周年。年上、32歳だから私大先輩です。すごいですね、歴史がすごい。そう、そしてさらに3月の25日は、神戸中央スロット館さんがですね生誕7周年を迎えられます。おめでとうございます。おめでとうございます。すごいめでたい3月じゃないですか。3月盛りだくさん。もう一つね、忘れてはならないのが本当にこんなこと言っていいか分からないけどコーナさんのチャンネルでこんなこと言っていいか分からない。間を取ってね、この間に3月の23日は誕生日本当におめでとうございます。始まりましたリアル京都プロジェクト、イエーイ2回目。第2回目です。ジャパニドット TV の七瀬静香です。よろしくお願いします。安田蘭です。お願いします。じゃあ今回もですね、はい、この私たち、はい、最高のタッグでお届けできるということでなんと前回なんかすごく好評だった。大好評大好評なんじゃないかなっていう感じでやらせていただこうかなと思います。ただまあ前回結果的にはですね、楽しい実践にはなったんですけども結果の方は伴わずとちょっとたまえは不甲斐ない感じでね終わっちゃいましたよね。そうなのよ。なのでね今回こそはこの2人、まあ、楽しいだけじゃなくて結果も残せるように頑張っていきたいと思うんですが、はい、このリアル京都プロジェクトなんですけどもキコーナグループさんでただいま行っていますコロナ京都プロジェクトというのがあるんですよ。それがこちらです。はい、となっております。すごい分かりやすいね説明がいっぱいあったんですけども、まあ、そういうね動きをされているということでそれに私たちも一緒に盛り上げていこうという感じになっています。で今回も実践があって勝つことができたらどうなるんでした？私たちの実践の結果プラスになったら、近隣店舗さんの PR に貢献ということで。でもプラスを目指さないといけないわけってことですよね。ちょっと今プレッシャーにやられましたね。そうプラスかいつぶりだろうそんなの。だって協力したいわけじゃない、盛り上げたいわけじゃない、まあ、確かにもう気持ちはすごくそうすごくあるんですけどちょっと伴うかなっていう心配が。でもやっぱりそうやって皆さんに喜んでもらいたいっていう普段応援してくださってる皆様のためにも頑張りたいっていう気持ちがあればある、これは勝てると思うのよそうですよね。そうですよ。パチスロは気持ちですからね。かっこいい。パチスロは気持ちですから決まりました。なんか今日いけそうな気がするな、私もやれそうだと思う。これで、気持ちですから貢献したいこの気持ちで魂のレバーオンで、うん、バッチリプラスを目指すなんて笑った、ちょっと不安になったけどまあでも前回のねやつがあるんで本当に今回こそいい結果を残した、これがもしかしたらもうレギュラー番組か、それじゃあですね2人で力を合わせてプラスに持っていけるように頑張っていきたいと思います。それでは実践スタートです。スタートですちゃん最後尾？最後尾だよね最後でした。今気づきました、今気づきました。で今日はランコラが先なんで私よりも先に入ってるんでランコラの隣に行くよっていう風に伝えてます。だからランちゃんが何を取るのかっていうのが萌え大好きなんでそこら辺かなと思ってます。あ、行かないといけない。なんかパチスロ本気なんで、はあ、どうしよう。今日は絶対にプラスにしないといけない。おはようございます。すごい、37周年を迎えるらしいですよ。おはようございます。どこに行かれるんですか？
ちょっと今並んでる間ずっと悩んでたんですけど、うん、前の人についていこうかなと思ったら結構みんな番長行って、番長考えれなかったんで今パニック起こしてます。みんなどれにします？大好きなリゼロもありますし、ありますよ、ヤシモネもありますし、鎮座ももちろん入ってますし、どうします？うんぬー、まどまぎか、リゼロか、パンチョか、ヤシモネ4択まで絞りました。めちゃくちゃある番組で、でもメインですね。はい、うん、メインで S が置いたからで、ちょっと本気で狙いに行こうかなと、うん、もう飽きないなくなっちゃうよ、飽きないなくなっちゃう、決めるか、決めるの、そうだよ、決めるの、決めるのって、あんだけ今日はランコロに決めてもらうって言って4機種まで絞ったらしいです。あー、私決めるの、パチンコ屋さん初めてじゃないよね。初めてじゃない、うん、人が打つ台決めたことないかもしれない、どうしようか、まあ、でも私的にはやっぱりここがさメインになるわけだから、番長か吉宗か、あとまあ後ろのリゼロとかがいいんじゃないかなと思うけど、でもリゼロ得意なんだよね。リゼロは好き、大好き、やっぱ好きな台だとさやれるじゃん、やっぱ愛、パチロ愛を試し、リゼロ行く、行く、うん、行こうか、最初私パドニーです。はい、やっと決まりました。リゼロにします。はい、それじゃあですね、第2回目リアル京都プロジェクト、今回はですねリゼロから始める異世界生活、こちらで頑張っていきたいと思います。今回こそプラスにするぞ、えいえい、おお。気持ち、気持ちですからね、気持ち、それは気持ち、まあ、ランちゃんはリゼロがねすごい大好きなんだよね。もう大好き、なんか私めちゃくちゃ優柔不断じゃないですか、迷うからとりあえず、もう好きなものにとことんっていうので、もう好きなものを飽きるまでずっとそれっていうスタイルなので、まだ飽きてないんですよ私。アリゼロね、だから今はないけど、初代魔導巻とかね、そうそう、もうマジで毎日365日クラスで売ってた、前回のこと、まあ、前回はさ結構さ初回だからってさ、ちょっと緊張してた部分とかあるじゃん、うちら。やっぱりキコラさんのチャンネルでさ、こうしずちゃんも緊張とかするの？あるあるある、出させてもらってさ上手にできるかなとかあるじゃない？ある、めちゃくちゃある、言い訳が初回は聞く。まだね、2回目はちょっとさすがにね、しっかりしてくれよお前らっていう、そうだよ、言ってもジャンバリの看板背負ってきてますから、うちたち。そんなね、2連敗なんてできないですよね。情けない、だって今回は華やかに見せますよ。明るい内容にしましょう。フラグじゃない、大丈夫、大丈夫、フラグ立ててない、まだ本当に久しぶりにリゼロ打つけど、やっぱ久しぶりに打つとなんか楽しいね。楽しい、あ、今やっぱさ、うん、6.15 億とか、うん、新しい台もどんどん出てきてるから、すずちゃんってさ、めちゃくちゃ信頼、いつだってさ、何聞いても答えてくれるじゃん。信頼はね、結構好きで、もうめちゃくちゃ勉強量がすごいなと思って。いや、勉強じゃん、普通にこう出てるやつをパパペって見てるだけだけど、今日も最新台どれでもいいよ、分かるよって言ってくれて、何選んでもいいよって、かっこいいかよと思って。そんなことないと思うよ。前回しずちゃんにもうインシャル D をね、もう一から初打ちをお世話してもらったんで、今日は私がリゼロをバッチリと引っ張っていきたいと思います。おもてなしですか？お任せあれ。今840ポイントです。早い。私もアイコンがいっぱいあるとやっぱり安心ですから。やっぱどのアイコンのセットがいいの？私はね、この撃破緑をすごい押してて、撃破緑が出てきたら、私は設定にも期待できるんじゃないかなって思ってます。撃破緑を持った時の突破率が高いから、設定的にも期待ができると。なんか、なんだろう、
あ、今日設定には期待できんかなっていう挙動の時には緑あんまり出てきてくれないんですよ。あ、そうなんだ。緑が出てきたらもう大チャンスだと思ってください。それは別にあの出てるわけじゃない、出てる情報でランコロー的な、あー、私のその体感、体感で体感緑が出ると今日頑張れるぞと思われてきて、緑はしごろじゃないかなぐらいに思ってます。やばい、それはやばい。この説唱えてる人いる、仲間いると思ってます。私は、まあ、でもさ、同じじゃなくてもさ、その解析情報は別に出てるわけじゃないけど、体感的によく打ってるからこそ分かる、あ、こういう動きした時はちょっと構成って挙動っぽいよねっていうのは分かるかもしれないもんね。あ、自分なりに何かありますよね。そうそうそう、みんなだからランコロ的にはアラリゼロでは緑撃破率のやつが出た時はまあ4以上はあってもいいんじゃないかなって。大チャンス。とりあえず2人とも早い段階での前兆を確認できずだね。2桁は来なかったです ね。ただね、今日は雨なの。雨、雨の日ってなんかね、勝てるの。へぇ、強い。なんか低気圧になるじゃない。うんうん、それで、いつもと自分じゃないの。ちょっと頭が痛かったりとかさ、うん、確かに、ぐったりする。バランスが崩れることによって出たりとかする。これね、先輩に相田恵美子さんっていう方がいたんだけど、はい、本当に弱いの、カチスロが。本当に弱くて、そんな相田恵美子さんが唯一勝てる日が風邪ひいただけなんだって。じゃあ本当に本人が言ってて、うん、風邪ひいた時は勝てるんだって。へー、何かコンディション、不協和音奏でるといいんですかね。いつもの自分じゃないから。へー、そっか、そういう、私元気だけが取り柄だから、崩そうかな、コンディション崩して崩しちゃダメよ。あ、先輩とたまりました。あ、来た、元気派、緑、まあ、元気派か緑がいいですね。元気派がいい、緑でもいいよ。どうでしょう。あ、本当だ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 。なかなか一発目から緑とかそういう元気のいいのは出てこないかなと思って。緑はね、ちょっともうそんな簡単には出てきてくれるんですよ。あ、そうなんだね。朝一からそんななんかこう軽々しくは出てこないです。もうちょっともったいぶる、もったいぶってから出てくるけど。あ、そうなんだ。あ、たまった、たまった、たまった。緑が出るかな。どうぞ。おそろーい、おそろーい。多分黄色なんだね。お願いします。王様だ、あれだ。王様ゲームとかやったことあるの、人生で。あるある。何したの、王様ゲームで。なんか大学生の時ノリでみんなで集まった時とかやってて、まあ、でもやっぱそんな友達同士だし、1番の人が2番の人になんかするとかいうやつ。そんな感じ、そんな感じ。どんな内容が書かれてる。ちょっと気に、私やったことないよ、王様ゲームとか。どんな内容でやってたかな。ポッキー、ポッキー、ポッキー食べ合いとかするの。なんかそんななんかいかがわしい感じにはならないよ、友達同士だから。怪しいな。そんなさ、王様ゲームってそういうゲームでしょ。さ、いや、もう絶対怪しいよ、今の怪しいよね、皆さん。やった、やったな。ハプニングがあったな、そこで。あ、そうかもしれんの、若気の至りかもしれんね。ドキドキしてきたー。ランコロとポッキーゲームやりたい。でもさ、怖いよね、王様の言うことは絶対だからさ。やりたい、王様。やらなきゃいけないってなったらね。やろう、今度じゃあ。やる？何でやるの？今度みんなで集まった時にさ、メンバーで王様ゲームやろう。それだったらさ、やっぱりさ、うん、コーナさんと一緒にさ、トミーさんとか。サジちゃんの F カップ守りきれるかわからんで、ね、私。さすがにさ、公式チャンネルでさ、そこをなんとかしてやろうっていう風な人ではない。そういう人じゃないの。何でもね、王様の言うこと。あ、500だ。あ、500。え、500？ ねえ、なんでどんどんこの差が広がっていくの？私ね、違う、ダンちゃんがゆっくりなんじゃなくて、私ね、結構早いから。めっちゃ早いね、ちょっと。何でもね、結構せっかちな。そう、何でもね、チャキ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 やってくれるもんね。ここ今520でなんですけど、まあ、ポイントの方も、あと次もう一回。あ、これで溜まりました、1000ポイント。2個目のアイコン。2個目です。
やっつけてくれい。で、私がここでとりあえず今はあの撃破率が黄色2つっていうところなので、なんとかねもう1個つけたいんで。あれ黄色取ってた、セルちゃん知らんまね黄色ってました。さあ私の方が天井ですね。700もう30ゲームで後到達いたしました。ソースの方がね、13本で、最近は、あ、無理だ。色から一気に赤に進め込んで、やっぱ当たるときはもう分かりやすく熱いんだよな。ちゃんと熱いですもんね。リゼロってそういうとこありますよね。これ当たるからどうかなみたいなぐらいじゃ当たんないですもんね。そう、これはもう天井なんで大丈夫。ウルガルモをついにやっつける時が来ました。来ましたね、なんとやられてきたことか。本当だ、今までの恨みを全て果たす。さあ、皆さんお待たせしました、当たる時です。イエーイ、762ゲーム。イエーイじゃないよ、イエーイじゃ。朝一エアの天井で当たりということで、今年の方がですね、14本です。ちょっと応援しようかな、しずちゃんの。じゃあ先に行かせていただきますね。頑張ります。一発で決めてこそではないですか、こういうのって。このまま1戦目大事。黄色、これからのモチベーションに関わってきますから。そうだね、下のアイコンが黄色、黄色、白ということで、13は上がるというところで、いける、頑張って70まで持っていきたい。じゃあ行きますか。いけー、1、あ、上がれよ上がれよ、まだまだいけるよ。ピーピーピー、あーまあまあまあ、相当な感じで。でも 67% 3回しーちゃんならいける。いけます、いける、いけないといけない。自分の気持ちを楽にしたいから勝たないと。さあ1戦目、お、いいセリフ。あー、うまいうまいうまい。大丈夫だよ大丈夫だよ大丈夫、大丈夫だよ、もう余裕余裕、ボタンが出てきますよ。大丈夫だよね。ほら、よしよしよし、大丈夫です。一戦で負けるような私じゃありません。かっこええ、どんどん行きましょう。こういうのは勢いだから。お、緑早け、いける気がしてきた。頭も合わせ言ってますけど、リカードリカードリカード来て、やだやだ、それじゃないの、違うの、そうじゃないの、頼むよ頼むよ。ここ大事なの、はい、よしよし、まだわからんよこれ。うまいうまい、しずちゃん、あ、え、聞いてない、急に凍りついたけど。いやいや、またまた大丈夫です。なんか心強い。最終戦、あ、あるよ、しずちゃん、これはいけるんじゃない、これはいけたはず。頼むよ、リカード、はい、リカード来るよね、来るよね、リカード。おー、やりました。すごい、こういうこっちゃ、もう今日は絶対勝つもん。かっこいいわ、いや、もうすごいわ、もうさすがだわ、眩しいわ。1戦目で押します。素晴らしい。で、なんかさ、もうめっちゃサクサクいくからさ、ドキドキが追いつかなくてさ、こういうのは勢いで行った方がいいんだよ。よかった、気持ちのまま行った方がいい。勉強になりました。つまずいちゃうから。人生もパチスロも学ぶことが多いです。ありがとうございます。ただこの同じことをやらないといけないわけですから。やるやるやる、ちょっとあと100ゲームぐらい後についていくって。分かった、じゃあ私が先に完走しとくね。お願い、任せてください。心強い。愛している、いただきましたということで、よろしく
からです。東映 T です。おお、大きいの来た。いきなり何ゲーム乗る。初めて。おお、うまい。ありがとう。60。よしよし。いいね。23。100を超えました。さあ。リプレイ。リプレイ。ああ。十分。素晴らしい。赤さん。完璧じゃないですか。だから今やめれば、もうこれで取り切ってやめたらプラスって言われます。あ、でも2人だからね。あ、私も。ついていくんで大丈夫です。もう一戦でね、もう今日のプラス確保しましょう。今日の私たちには期待ということで、これを完走させればね、余裕はできるんで。わかりました、頑張ります。先輩固まった。いいアイコンをお願いします。大丈夫大丈夫、私もさっきあんま変わらんかったから。ステージでレインボーとかに変わってくれないかな。一角ならない。赤だよ。赤はいける。よーし、やりました。順調順調。ボーナスって大きいよね。すごいな。ボーナス、ラスト20ゲーム。ボーナス消化366枚上乗せはありませんでした。ブラックチェリーでチャンスの持ちは普通。さあ青だけど、ここでもしかしてなあ。私はめちゃくちゃ深いところまたやってきて、もうすぐもうすぐ白鍵戦なんです。じゃあ受けててくださいね。さあ次でラスト。1000枚超えず921枚でした。ボーナス引けましたもんね。1回いいです、私はもういいです。あと次また任せてください、はい、次ね。天井到達、お疲れ様でした。まあ私が921枚で終わって、今からランコロが入れてくれればそれでね。だからもう順番にね、あのずっとずっとゼロからしやってればね、そう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 、人増えていきますもんね。頑張ってください。行ってきます。アイコンは黄色と青。765ゲーム。投資がですね、ちょっとベルの吹きが悪くて17。1回で取り返せますからね、入ってしまえば。700の白ゲーセンは胃が痛いね。ああ私はレンタル頼む、止まるな、上がれ。おいいよ、いいよ、頑張る。いけるぞ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 。おー頑張った。これはちょっと期待できるんじゃない。だいぶ頑張ったんじゃない。ママキューちゃんとは負けない。いつもランコロがどうやって白鍵に勝ってるのか見せてもらおうじゃないか。行ってきます。はい。おお、見せる雰囲気です。ガードが来てくれて、おすみちゃんみたいにポンポンと行く方がいいですもんね。あれ嘘、待って息が切れてるけど。やだ、やめてやめて、本当にやめて、お願い。大丈夫でしょ、頼むよ。よし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 よ。73番持ってきたんでしょ、自信を持って。負けないよね。負けない。半分以上は勝つんだもんね、うん、
半分削るときあるからちゃんとやれる？やれるよ。やれる、ビビ。まだまだ弱気になっちゃダメ、弱気に戦わないと。こういうときの苦しさま、苦しさま。こうキャリー引けばいいんだよ。そうだから、みんな一生懸命戦ってるんだから、白毛とランコロも気持ちを一つにして戦えばいいの。白毛以外だったらいいよね、うん、おお、まだ、まだ大丈夫。レムちゃんだって、レムちゃんだっていけるんだから。ごめんなさい、頼む。復活があるかもよ、復活。まあ、まだ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 。やった、消えたね。コンビニ行ったね。あんだけ戦ってたんだね、さっきまで。急に平和のコンビニ行ったね。もう無理。もう無理なの？そんな弱気なこと言ってていいの？京都プロジェクト成功させる気はないの？あるけど。だい見て、私がまだ出てるから二人で一つじゃん、ちらっと。今921枚出てて、今二人でちょびっとマイナスだ。まだちょびっとか。そうだよ、まだ今日始まったところじゃん。もう一回ぐらい白毛と戦ったって怖くない？でもさ、やっぱ悔しいからね。あらでも どうしようでも、もう一回チャレンジしたらいいと思うよ、私は。勝ってる私も見せたい。やる、戦う、頑張ろう。そう、リベンジ、うん、そういえばね、前回ね、お守りをさ、なくしたっていう話をしたと思う。大丈夫？しずちゃん、その話したらすごい元気なくなるけど。そう、あの後、その私、厄年なので、厄払いにね、そのランコロと、ね、あとメンバーの五十嵐マリアちゃんと3人で連れてってもらった、しずちゃんに。そう、行って、さ、これでまあ1年大丈夫だと思ってたところ、お財布にね、こう入れとかないといけない。お守りをいただいたんですけど、それをなくしてしまったの。ちゃんとね、肌身肌さず持っとこうと思って入れてたのにね。 それが前回のそのリアル京都プロジェクト、まあ、前回私たちの収録のお昼ご飯に行ってる時になくなってることに気づいちゃって、そっから午後からのテンションが結構ガタ下がりだったのね。もしかしたら見てる人には多少伝わったかもしれないですよね、しずちゃんのテンションの落ち気味を。で、そっからもうずっとないないで、あんまり元気がなかったんだけど、次会った時もなかったよね。そうなんだけど、ちょっとさ、家のまあ時期的にも領収書のちょっと整理をね、いろいろしてたわけですよ。じゃあさ、その領収書を入れてる箱の中から、ね、出てきた？見つかったの。だからお財布に入れてたから、領収書と一緒に挟まってたんだね。入れてたみたいで。ああ、そうか、そうだね、その可能性もあったね。そう、だからね、今ね、めちゃくちゃね、ある強気。あ、そんな可愛いのが入ってるんだ。可愛いとか言っちゃダメ。可愛いじゃん、これ。サイズがね、これをここに入れて、お財布に。でもこれ、ちょっとなくしちゃいけないオーラ放ってるね。でしょ？危ない、やってよかったね。大事にお財布に。でも、そんなちっちゃいのだったら、私も気をつけないと。じゃあ、もうこのゼロからルーレットで一体撃破をお願いします。はい、確認がないけれども。いいよ、お決まりの黄色ですか。色に愛されちゃってますね、しずちゃんね。あー、これだね。何が出るかな。撃破取るぞ。確認がない。おさらい。あ、うわー、見たかったやつ。やっとここに来てご登場。すごーい。いや、これを出せたっていうことだけでも本当におすすめ。拝めました。いいね、いいね。鬼がかってるって、今私鬼がかってるんで、いける、大丈夫。よかったね、A じゃなくてね、 B でまだよかった。一応 B の天井にはいちゃったけど、ラストチャンスかな。まだ時間的にどうだろう。すぐ当てたらいけるんじゃん。ラストチャンスだと思ってやろう。これで何としてでも白毛を通す。はい、それでいきましょう。
私も鹿ペンティーじゃん。え、あ、大丈夫だよね、これはさすがに。わかった、で、なんかすごく豪華ですけれども、ミーの天井到達124ゲーム、投資が28本です。いけるね、まだ全然いける。完走すれば余裕プラスです。うん、行ってきます。頑張れ。あ、黄色と白関係ない、ここのアイコンなんて関係ない。見つかって、風船突破する。なんか背筋伸びるわ。私やる、これ私やる、まだ戦ってないから、ここはよしできる、やれる、頑張れる。60は絶対最低だね。そっか、まあ、でも白は意外に勝てますからね。そうだよ、いけるいける、大丈夫、行ってくる。だって最低57とか59まで行ったじゃん、いけるよ、大丈夫。せーの、安田ランは強い、安田ランは強い、安田ランは強い、安田ランはやれる、できる。なんでだ、なんでだ、怖くないよ、全然大丈夫、怖くないよ、怖くない、全然怖くない、全然怖くない、ちょっとも怖くない、大丈夫。苦しい、苦しい、格ゲーなんて怖くない、怖くない、全然怖くない、怖くない、一戦目負けなんて聞いたことない、ないない、それで60発近くあるから、一戦目は負けないんだから、一戦目は怖い、勝てるんで、さすがにね、2連続勝ったことは
ではない白アイコンです。一回さこの発揮失敗戦をさやっちゃうじゃん。連続で勝てるってなかなかないからな。大丈夫。まあでも結構勝負どころだから今日は、ね、今日はもう行きます。連打で行きます。白が頑張ってる。いやいけ。あー6球さっきもこんなもんですじゃん。どうしましたもんね。いきます。任せなさい私に。こんな消滅に対して見たことがない。タッチロは気持ちですから。そう気持ち。何を言うたら。はい、はい、あーやばい。そんな、まさかこんなところで負けない。あ、ついてきた。本日初の参戦目。そう、今本当に胸がドキドキワクワク揺れております。でもその表情を見るとちょっと行ったんじゃないかなっていう明るいもんだって。